フォルクスワーゲンで使われているシステム360。システム360は IBM が1964年4月7日に発表したメインフレームコンピュータのシリーズである。1965年から1977年まで出荷された。あらゆる用途をカバーするファミリを形成し、小型から大型まで、商用から科学技術計算まで使われた。コンピュータアーキテクチャの確立により、IBM は互換性のある設計で様々な価格帯のシステムをリリースすることができた。8ビットのバイト単位でのアドレス指定、重心数計算、不動小数点数計算などを備えている。このうち、バイト単位でのアドレス指定は、その後のマイクロプロセッサの時代である現代では標準となった。重心数計算は金融業界などでは多用されるが、日値数計算と比べて、コンピュータ上での扱いは面倒であるのに、それを標準化したと言える。さらに、システム360の不動小数点形式は、設計の失敗に近いとも言われるような問題点があったが、それを業界の一つの標準にしてしまった。同一の命令セットアーキテクチャを最上位機種では可能な限りハードウェアで直接的に実装しており、下位機種ではマイクロプログラム方式の活用により比較的低コストで実装している。システム360は市場で大いに成功し、顧客は小さめのシステムを購入しても、後で自社の業務の規模の拡大に合わせて、上位機種へ移行できて、その際に新しい機種へのソフトウェアの書き換えが不要という利点が生じた。プログラムや周辺機器の互換性が生まれ、コンピュータファミリを形成した。また商用では初めてオペレーティングシステムや仮想機械が登場した。その設計は後のコンピュータの設計に影響を与え続け、史上最も成功したコンピュータ設計の一つとされている。システム360シリーズの大成功により、コンピュータ業界では後発であった IBM は、競合他社を市場で圧倒することになる。システム360シリーズのアーキテクチャやアプリケーションプログラムの互換性は、後続のシステム370、システム390だけでなく、2009年現在の最新のシステム Z まで引き継がれている。システム360発表の新聞広告1964年に発表されたシステム360で最も低性能な機種は 0.018 から 0.034 MIPS で最上位機種はその約50倍の性能である。主記憶装置の容量は 8KB から 8MB まであったが、後者の構成は滅多に見られなかった。また補助記憶装置は主記憶装置の次期コアメモリ装置に比して10倍程度アクセスが低速な次期コアメモリ装置ラージコアストレージを最大 8MB まで接続可能である。大型機種では主記憶装置は最低でも 256KB 以上であり、512KB、768KB、1024KB といった容量が一般的だった。コンピュータアーキテクチャと回路実装を明確に区別した最初のコンピュータシリーズである。システム360の設計責任者はジーン・アムダールであり、後に独立してアムダール社を設立した。プロジェクトマネージャーはフレデリック・ブルックスで、責任者は会長のトーマス・ J ・ワトソン・ジュニアである。ワトソンのもう一人の副官であるジョン・R ・オペルもシステム360の立ち上げに深く関わった。システム360開発プロジェクトには多額の費用がかかっており、フォーチュン誌による$5ビリオンギャンブルという表現の示す通り、IBM はシステム360に社運をかけたと言っても過言ではない。そして IBM は賭けに勝ったのである。同時期のアポロ計画の予算が$250億である。それまでのコンピュータは主に事務処理や入出力処理用の小型機と、主に科学技術計算用の大型機とでは、それぞれ異なる命令セットアーキテクチャで作られるのが普通であって、OS のようなシステムプログラムはモデル別に開発されており、大型のモデルに変更すると、アプリケーションプログラムはそのままでは利用できず、書き直しが必要であった。システム360は、最下位モデルから最上位モデルまで命令セットアーキテクチャをほぼ統一して、基本的にはシリーズ内のどれかで動くプログラムはすべてのモデルで動く。また、様々な用途に応じたソフトウェアを入れ替えて使うことで、多種多様の業務に対応できるとも言える。360度、様々な業務に対応できるという意味を込めて、360と付けられた。構成によっていくつかのサブモデルがある。また、360の後継として、システム370さらにその後のシステム390シリーズがある。このシステム360が、史上初のファム用のコンピュータであるともされる。システム360は IBM をメインフレームの巨人メーカーへと成長させた。当時のメインフレーム市場における IBM 社の強さを白雪姫と7人の小人に例えるものもあった。1967年頃には IBM 社は大型コンピュータにおける米国メーカーの出荷項の7割以上を占めており、他社を圧倒してメインフレームの市場をほぼ独占していた。残りの7社とはユニバック、ハネウェル、GE、CDC、RCA、NCR、バロースのことであり、市場シェアを数%ずつ分け合う小さな存在であった。IBM システム360から20と IBM2560、MFCM-IBM システム360モデル、30システム、360モデル65のオペレータ用コンソール。レジスタの内容を示すランプ群とトグルスイッチ群と緊急用の赤い大きなスイッチが見える。それ以前とは異なり、IBM 社は小型から大型までの様々なモデルを含むコンピュータシリーズ全体を開発し、基本的に全てのマシンにおいて同じ命令セットが動作するようにした。これによって顧客は最初は小さなシステムで利用を始めて、必要に応じて上位のモデル機種の利用に移行することが可能となった。その上多くのモデルでは、顧客が以前に利用していた IBM 社の機種の命令セットをマイクロコードでエミュレーションするオプションを提供していた。これにより以前の機種で使用していたプログラムもほぼ変更せずに、新しいシステム360のマシン上で動作させることができた。この移行への柔軟性により、導入や機種更新に際しての障壁が小さくなった。他のシステムベンダーでは、自社の機種間でも相互に互換性がなく、それぞれの機種は顧客の用途に合わせて高度に設計されており、結果的に値段が高くなり導入しにくいことが多かった。システム360はこの市場のあり方を完全に変えてしまった。企業はマシンの利用レンタルにより最初は安価な買い機種から始められるので安心であった。IBM は6つのモデルのコンピュータと40種類の共通周辺機器を発表した。最終的には NASA 向けの特殊な機種も含めて14のモデルがリリースされた。最も安価なモデルは360、20であり、4K の次期コアメモリを装備し、レジスタも他のモデルが32ビット16本なのに、対して16ビット8本であり、命令セットは他の機種のサブセットになっていた。1964年の最初の発表では、モデル30、40、50、60、62、70という6モデルが含まれている。モデル30、40、50は、中小型システムで、従来の IBM1400 シリーズの市場をカバーする。これらは1965年中頃に出荷が開始された。モデル60以上のモデルは7000シリーズの市場をカバーすることを想定していたが出荷されることなく、モデル65と75が新たに発表され、モデル65は1965年11月に出荷開始され、モデル75は1966年1月に出荷開始された。替えモデルとしてモデル20、22、25が追加された。モデル22はモデル30に若干制限を加えたバージョンで、主記憶容量の上限が小さくなっていて、I、O チャンネルの容量も小さくなっている。したがって、ディスクやテープ装置の性能や容量がモデル30より小さくなっている。モデル44は中型の科学技術計算向けであり、不動小数点演算機構が付加されているが一部の命令は削除されている。システム360モデル91上位モデルとして、モデル67、85、91、95、195が追加された。モデル85はシステム360と後継のシステム370のギャップを埋めるために出された機種で、後の370、165の基盤となった。システム372もモデル195があるが、そちらは動的アドレス変換機構を含まない。それぞれのモデルはデータパス幅の違いやマイクロコード仕様の有無などで実装は異なるが、いずれも互換性を保っている。すなわち、特に文書化された点を除いて、各モデルはソフトウェア的には互換で、新しい機能はアーキテクチャを崩さないように追加されている。例えばモデル91は、科学技術計算向けに設計されており、ビジネス向けの重心演算命令は省かれていた。モデル91は、トモスロのアルゴリズムにより、アウトオブ、オーダー実行を行うが、そのための不正確な割り込みという問題は不評で、以後の同様のマシンでは確定ユニットが取り入れられた。モデル65には CPU 間信号を追加したデュアルプロセッサ版があり、モデル85ではキャッシュメモリを導入している。モデル44、75、91、95、195ではロジックをハードウェア回路で実装しているが、それら以外の回のモデルではマイクロコードによる実装を採用している。モデル67は1965年8月に発表されたモデルで IBM としては初の動的アドレス変換機構でタイムシェアリングシステムをサポートした。モデル40をベースとしてDAT実験機が構築されている。モデル67をリリースする前に IBM はモデル64と66を発表していた。それらはモデル60と62にDATを追加したものだが、60及び62の代替としてモデル65をリリースすることが決まり、モデル64と66もモデル67で代替されることになった。システム370では1972年にDAT ハードウェアが再登場したが、370でも当初は DAT がなかった。モデル65と同様、モデル67にもデュアル CPU 版が存在する。IBM 社は1977年末までには、すべてのシステム360のモデルの営業を終えた。IBM の既存の顧客は、第2世代のマシン上で動作するソフトウェアの大きな資産を抱えていた。多くのモデルで顧客の従来のマシンのエミュレーションをオプションとして提供している。特殊なハードウェアを使ったり、特殊なマイクロコードやソフトウェアを使って、ターゲットシステムの命令をエミュレートし、古いプログラムを新しいマシン上で実行可能としていた。ただし、初期化時にモードを切り替えるので、エミュレーションと通常運用を同時に行うことはできない。モデル85と後のシステム372もエミュレーションオプションが残されているが、そちらは OS の上で通常のプログラムと同じようにエミュレーションを行える。システム360は1971年にシステム370シリーズに置き換えられ、360、20の後継としては IBM システム3が用意された。当初の計画では、劇的に進化した FS テクノロジーで置き換えるはずだったが、コストと時間がかかりすぎ、1970年代中盤に計画が中止された。その後の互換システムとしては、IBM 自身の3090、システム390、JARS、システム Z がある。機械語レベル、またはアーキテクチャレベルで同一、または互換といえるコンピュータとしては、アムダールの470ファミリ、日立製作所のメインフレーム、ユニバック9200、9300、9400シリーズ、イングリッシュエレクトリックのシステム4、RCA スペクトラ70シリーズなどがある。また、ソビエト連邦もシステム365艦機を製造していた。1975年に登場した IBM 5100ポータブルコンピュータはシステム360の APL、SV プログラミング言語をハードウェアエミュレータ経由で実行できるオプションを提供していた。これは5100向けの APL 処理系開発が支援したために取ったアプローチである。放射線耐性を強化するなどの改造を加えたシステム360はシステム4パイアビオニクスコンピュータと呼ばれ、いくつかのジェット戦闘機やジェット爆撃機に使われた。完全32ビットの AP-101 番の4パイは二重化されたフォールトトレラントなスペースシャトルのコンピュータシステムに使われた。アメリカ連邦航空局はシステム360を改造した特殊なクラスターを IBM9020 と呼び、1970年から1990年代まで航空管制に使用していた。IBM システム360から20でマイクロコードを格納したトロースシステム360では以下のような業界標準が生まれた。EBCDIC については解説が必要である。本来、ASCII の採用がシステム360のセールスポイントの一つであり、ASCII との切り替えスイッチがついていた。IBM は ASCII の標準化にも深く関わっている。しかし、360をリリースするとき周辺機器が ASCII に対応していなかった。また、大企業や政府は大量の BCD ファイルを持っていて、ASCII に抵抗があった。BCD は簡単に EBCDIC に変換できたが、ASCII ではそうはいかなかったのである。そのためもっぱら EBCDIC がシステム360の初期に使用され、それが大成功したがために業界標準となってしまい、その後の汎用コンピュータは互換性を維持するために EBCDIC をサポートし続けた。システム360シリーズにはコンピュータアーキテクチャ仕様が定められている。その仕様は実装については、全く何も前提としておらず、外部とのインターフェースと外から見た振る舞いを規定している。アーキテクチャはあらゆる実装で必須とされるインターフェースが記述しており、実装しなくても良いオプションのインターフェースも記述している。アーキテクチャには次のような項目が含まれる。オプションの機能として次のような項目がある。モデル20を除くすべてのシステム360で、これらの仕様を実装していた。ニッチ演算と論理演算は、レジスタ-レジスタ間、メモリ-レジスタ、レジスタ-メモリ間で実行可能である。商用命令セットオプションを実装している場合、レジスタ-レジスタ間及び一部は、メモリ-レジスタ間で、パック10進数演算を実行可能である。価格命令セットオプションを実装している場合、4本の不動小数点数レジスタがあり、32ビット、または64ビットの不動小数点演算を実行可能である。モデル85と195の場合、さらに128ビットの拡張不動小数点数を扱うことができ、2本の不動小数点数レジスタで1つの数値を格納する。他の機種ではソフトウェアでのエミュレーションで同等機能を提供する。1バイトは8ビット、1ワードは32ビット、1ダブルワードは64ビット、1ニブルは4ビットである。命令のオペランドには、レジスタ番号、またはメモリアドレスを指定できる。この複雑な組み合わせにより、命令帳や形式は様々に変化する。メモリアドレッシングは、ベースディスプレイスメント形式で、レジスタ R1、R15 をベースに使うことができる。ディスプレイスメントは12ビットなので最大4096バイトまで示すことができ、ベースレジスタの示すアドレスからのオフセットを指定する。R0 レジスタはベースとして使うことはできず、0をベースに指定するとメモリの先頭 4KB の範囲を指定することになっていた。これは割り込みルーチンの先頭部分で、ベースレジスタを適切に設定する前に固定のメモリアドレスにアクセスするのに使われていた。IPL の場合は、レジスタの内容をセーブする必要はなく単にクリアすれば良いので、この機能は使われていない。モデル67以外では、あらゆるアドレスは物理メモリアドレスである。IBM が仮想記憶を本格的に採用したのは、システム370シリーズからである。モデル67では仮想記憶アーキテクチャが導入され、MTS、CP-67、TSS、360で使われたが、システム360の主要 OS では仮想記憶に対応していない。命令コードは1バイトで、最低でも1バイトのイミディエート値が一種のオペランドとして存在する。命令は必ず2バイト境界に配置しなければならない。命令には3種類の形式がある。オペランドなし、1オペランド、2オペランドである。例えば、MVC 命令は最大でも256バイトしか転送できない。それ以上の転送には複数回の MVC 命令を実行する必要がある。1オペランドは2バイトである。4ビットでベースレジスタを指定し、残り12ビットでディスプレイスメントを指定する。MVC 命令は6バイトであり、アドレスからアドレスへ256バイトを転送する命令のコードは D2FF78001 となる。システム360はシステム状態と問題状態を分離するよう設計されている。それによって基本的セキュリティとプログラミング上のエラーからの復帰を可能にしている。問題とはユーザープログラムを意味し、システム状態に対応しているデータやプログラムの内容を変更することはできない。プログラム実行で何らかのエラーが起きると、制御されたルーチンを経由してシステム状態に移行し、オペレーティングシステムがエラーの訂正、または当該プログラムの終了を試みる。同様に、プロセッサのハードウェアエラーが起きると、マシンチェックルーチンを経由して復旧を試みる。周辺機器は、チャネル経由でシステムと接続する。チャネルは周辺機器と主記憶間のデータ転送に最適化された命令セットを持つ専用プロセッサである。現代風に言えばダイレクトメモリーアクセスに近い。チャネルにはバイトマルチプレクサチャネルとセレクタチャネルがある。前者は低速デバイス向けでパンチカードリーダー、パンチ、ラインプリンター、通信コントローラなどを接続する。後者は高速デバイス向けで、ディスクドライブ、磁気テープドライブ、磁気ドラムなどを接続する。モデル20以外のシステム360は、バイトマルチプレクサチャネルを1つとセレクタチャネルを1つ以上備えている。小型のシステムではチャネルが本体に内蔵されているが、大型のシステムでは本体とは別筐体になっている。バイトマルチプレクサチャネルは同時に、複数の周辺機器の入出力を扱え、それぞれの周辺機器は最高速度で動作できる。このため、マルチプレクサと名付けられており、複数の周辺機器の入出力を多重化して、主記憶との単一のデータ経路にまとめている。各周辺機器は、1バイトモード、2バイトモード、4バイトモード、バーストモードのいずれかで動作するよう設定される。相対的に高速な周辺機器ほど大きなデータブロックを使用する。例えば2501パンチカードリーダは毎分600枚のパンチカードを読み込み1バイトモードで動作する。一方、1403N1 プリンターはバーストモードで動作する。また、バイトマルチプレクサチャネルにはサブセレクタブがあり、磁気テープドライブを接続できる。バイトマルチプレクサのチャネルアドレスは一般に0で、サブセレクタのアドレスは C0 から FF である。したがって、磁気テープドライブは一般に 0C0 から 0C7 のアドレスに配置される。他の一般的なアドレスとしては、2501、カードリーダーは 000A、2540リーダー、パンチは 00C、00D、1403N1、プリンターは 00E。00回、3211、プリンターは010から013、2701、2703通信ユニットは020から 0BF である。これらのアドレスは ZVM でもそのまま継承されている。モデル30、40、50には1052から7コンソールが付属しており、アドレスは一般に 0HF とされた。ただし、コンソールはバイトマルチプレクサチャンネルに接続されるわけではなく、直接本体と接続される。セレクタチャンネルは高速周辺機器を扱う。ストレージデバイスを制御ユニットに接続し、制御ユニットをチャンネルに接続する。制御ユニットを介することで、多数のデバイスをチャンネルに接続できる。上位モデルでは、複数のセレクタチャンネルを備え、それらが同時並行的に動作するので、全体として性能が向上する。バスタグケーブルバスタグターミネータ制御ユニットとチャンネルは、灰色のバスタグケーブル帯で接続する。バスケーブルはアドレス及びデータ情報を運び、タグケーブルはバスケーブル上のデータが何なのかを示す。一般に制御ユニットはデージーチェーン接続される。各制御ユニットには対応するアドレスの範囲が割り当てられている。例えば制御ユニット X がアドレス40から4回、制御ユニット Y が C0 から DF、制御ユニットが80から9回といった具合である。アドレス範囲は8以上の2のべき乗でなければならず、各制御ユニットには複数のデバイスを接続できる。例えば、制御ユニット Y に6台のディスクを接続し、それらにアドレス C0 から C5 を対応させる。制御ユニット同士をどういう順番で接続するかも重要である。各制御ユニットには優先度としてハイ、またはローが設定される。制御ユニットがX、Y、Z の順序でデイジーチェーン接続されている場合、デバイス選択をメインフレームからチャンネルに送信すると、X、Y、Z、Y、X とその信号が送られていく。優先度がハイに設定された制御ユニットは、信号が外に向かう際にチェックを行い、優先度がローに設定された制御ユニットは、信号が折り返して戻ってくる際にチェックを行う。また、一つの制御ユニットを複数のチャンネルから接続することができ、それらチャンネルは別々のメインフレームでも良い。一般にチャンネルのケーブルは最大約60メートルまでとされている。この時、制御ユニット1台を接続すると、ケーブル長約3メートルに換算する。ブロックマルチプレクサチャンネルモデル85及び195で、IBM は新たな種類のチャンネルである2880ブロックマルチプレクサチャンネルを導入した。このチャンネルはチャンネルプログラムの実行を中断して配下デバイスの入出力完了を待ち合わせずに別のデバイスのためにチャンネルを開放することができる。これを最初に使ったのは2305固定ヘッドディスクで8つのアドレスを持ち、回転位置検出機能を持っていた。これらのチャンネルは標準で 1.5MB S であり、2バイトインタフェースでは 3MB S となる。後者の場合、タグケーブル1本につき、バスケーブル2本を使用する。SLT モジュールの例発明されたばかりの集積回路は信頼性や可用性に不安があったため、IBM はハイブリッド集積回路を使用した。個々のトランジスタやダイオードと基板にプリントされた抵抗などでフリップフロップを構成してプラスチックか金属でカバーを施した。これをいくつかプリント基板に実装して SLT モジュールと呼んだ。SLT モジュールの一方の端にはソケットがあり、バックプレーンにあるピンを挿入する形で実装する。システム360の小型機種向けには BOS 360。COS 360、TOS 360、DOS 360があり、DOS 360は、後に DOS、VS、DOS、VSE、VSE、AF、VSE、SP、VSE、SI と発展し、最終的に Z、VSE に進化した。それより上位のモデルでは OS 360を使用した。当初 PECP やMFT があり、それらが OS、VS1 に発展した。また、ムーブメントは MVS へと発展した。ムーブメントは開発に時間がかかりすぎたため、機能の限定された MFT が主に使用された。PCP は中型機で使われたが、最終的には MFT とムーブメントだけが残った。モデル67を1965年8月に発表したとき、IBM は多くの先進的機能を備えた TSS-360 も本体と同時にリリースすると発表した。しかし正常に動作させることができず、リリース延期が繰り返され、最終的に1971年にキャンセルされた。代わりとして CP-67、MTS、SOなどが使われた。CP-67 は仮想機械システムであり、CP、CMS とも呼ばれる。CP-67 は IBM の主流ではない部門が MIT の研究者らと共同で開発した。CP、CMS は広く受け入れられ、VM370 へと発展し、今日の Z、VM へとつながっている。モデル22は単純化した OS である CPS、TPS、DPS が用意された。それぞれ必要な主記憶容量が 4K、8K、12K であり、多くのユーザーは最小構成で使える CPS を使っていた。TPS と DOS では実行すべきジョブスタックの定義とトランザクションデータの供給にパンチカードリーダーを使っていた。しかし OS 自体はディスクや磁気テープで提供されており、結果も磁気テープやハードディスクに格納することができる。システム360の周辺機器は従来の1400シリーズの流用より新規に開発されたものが多く、2で始まる4桁の番号がついている。1400シリーズからの流用として、例えば1403プリンターは信頼性が高かったので 1403N1 プリンターとして存続した。また、光学文字認識リーダーとして1287と1288があった。小型システムの多くは IBM1052 から7がコンソールタイプライターとして付属していた。上位機種には10万ドルもするグラフィカルディスプレイ IBM2250 を接続することもあった。モデル85では5450をコンソールとして採用し、モデル165やシステム370、168ではその系統を受け継いだ3066コンソールが採用されている。IBM2311 ディスクドライブ360用の最初のディスクドライブは IBM2302 と IBM2311 である。2302は1302を改良したものである。2311はリムーバブルなディスクパック1316を使用する装置であり、IBM1311 の後継である。理論上は 7.2MB の容量があるが、実際の容量はレコード設計に依存する。例えば、モデル20で1316パックを使う場合、固定庁セクタでフォーマットされ、最大容量は 5.4MB となっていた。1966年、2314が出荷された。内蔵制御ユニットにより、最大で8台のディスクドライブを使用できる。実際は9台のドライブがあるが、1台は、予備として予約されている。各ドライブに2316ディスクパックを装着すると、それぞれの容量は 23MB 弱となる。2311と2314のディスクパックは現代から見れば巨大であり、例えば1316は直径が 36cm で6枚のプラッタがある。プラッタ群の一番上の面と一番下の面にはデータを記録せず、それら以外の中間のプラッタは両面に記録するので、全部で10面あることになる。10個の読み書き用ヘッダーは同期して動作する。飼育をなるべく短縮するため、プラッタ群を同心円状に貫く、仮想的シリンダにデータをなるべくまとめて記録する。一般に可変レコード帳であり、現代のハードディスクのように固定帳セクタでフォーマットされているわけではない。IBM2314 ディスクドライブと IBM2540 カードリーダー、パンチ初期のシステム360ではトラックごとにヘッドがある。磁気ドラムを高速記憶装置として使っていた。容量 4MB で 3500rpm の2301は7320の後継として、システム360発表時に、その一部として発表された。303.8KB S の IBM2303 は1966年1月31日に発表されたもので、容量は 3.913MB である。磁気ドラムはこれらだけであり、後継としては固定ヘッドディスクがリリースされた。1970年に登場した 6000rpm の固定ヘッドディスク装置2305は、モジュールごとに 5MB と 11MB の容量である。容量は小さいものの、データ転送速度と転送レートが高速であり、高性能を求める用途で使われた。例えば、オーバレイリンケージで同じメモリ領域の内容を高速に切り替えるなどの用途で使われた。固定ヘッドディスクや磁気ドラムは、初期の仮想記憶システムでのページング用デバイスとして重宝された。2305は固定ヘッドディスク装置だが、ドラムと呼ばれることも多かった。あまり見られない記憶装置として IBM2321 データセルがある。複雑な機構を内蔵した装置で多数の磁気テープ片にデータを記録し、指定された磁気テープ片を取り出して読み書きし、元の場所に戻すということを繰り返し、ランダムアクセスが可能である。2311が 7.2MB の容量だった時代に 400MB という大容量を実現している。コスト、容量、速度の各面で磁気テープとハードディスクのギャップを埋めようとした装置と言える。しかし、電気機械式だったため信頼性が低かった。モデル44は標準でディスクドライブを1台備えていた。2315ディスクカートリッジを装着し、1171200バイトの容量である。IBM2401 磁気テープドライブ 2400磁気テープドライブはドライブと制御ユニットが統合されており、1、2インチ磁気テープドライブを追加することができる。システム360で IBM は7トラックから9トラックにフォーマットを切り替えた。2400は従来の7トラックの磁気テープも読み書きできる。1967年には、より低速で安価な2ドライブと制御ユニットを統合した2415がリリースされた。1968年、高速な2420がリリースされ、1979年まで製造されていた。IBM1403、ラインプリンターパンチカード関連装置としては、2501、カードリーダ、1442と2540。リーダ、パンチがあり、多くのシステムに2540が使われていた。さらに操作としても使える2560、MFCM はモデル20でのみ使えたが、信頼性に問題があることで有名だった。ラインプリンターとしては、IBM1403 と低速な IBM1443 があった。紙テープリーダ2671は1964に登場した。読み取り速度は 1000cps である。初期には紙テープリーダやパンチもあったが、標準品ではなく、特注品扱いだった。光学文字認識装置としては1287と1288がある。1287は、手書きの数字や一部の OCR 用フォントを認識でき、キャッシュレジスター用の OCR 紙テープを読み取れる。1288はページ単位で、OCR フォントの文章を読み取ることができ、手書きの数字も認識できる。磁気インク文字認識装置としては、1412と1419がある。また小切手に磁気インクで印刷する1445プリンターがある。これらは基本的に銀行向けである。通信制御装置として2701、2702があり、モデム、通信回線を通して、1030データ収集システム、1050データ通信システムなど様々な遠隔地通信端末の接続を可能にして、それまでデータ処理をすべて電算機質に集めたセンター集中方式から遠隔地コンピューティングへの幕開けを迎えた。システム360の現存するマシンは数少ない。当時は多数のメインフレームシステムが稼働していたが、現存しているものは数少なく、しかもいずれも動作できない状態である。多くはリース品だったので、役目を終えたマシンは IBM が回収し、廃棄された。一般にメインフレームは古いほど巨大で維持費もかかる。スミソニアン博物館はシステム360モデル65を所有しているが、すでに展示していない。ボストンの科学博物館にあったシステム360モデル30は、マウンテンビューのコンピュータ歴史博物館へ移されて、動作しないものが展示されている。ニュージーランドのオークランドにある輸送技術博物館やオーストリアのウィーン工科大学にも動作しないシステム360が展示されている。西オーストラリア大学は完全なシステムを所蔵している。ジンデルフィンゲンの IBM 博物館にはモデル20とモデル91がある。スタンフォード大学の計算機科学科にはシステム360の制御パネルがいくつか展示されており、中にはシステム規模が最大だった FAA の IBM9020 の制御パネルもある。エンディコットにある IBM の歴史センターにも動作しないシステム360などが展示されている。日本では情報処理学会のコンピュータ博物館は日本企業が開発したコンピューターだけを所蔵しているので、京都コンピュータ学院の KCG コンピュータ博物館がシステム360モデル40を所蔵、展示している。この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン 1.3 以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオンラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。